今回紹介するのは、ザ・レジェンド・オブ・ゼルダ・ハイルル・グラフィックス・ゼルダの伝説、ハイラル・グラフィックスという本です。ゼルダの伝説初の画集、歴代タイトルのメインビジュアルキャラクターアイテム等、シリーズ30年の歩みをアートで見せる。その数2000点以上。 これまで携わってきた任天堂のデザイナーたち4名による座談会も収録したかつてないスケールで描く一冊小学生の頃裕福な家の友達がディスクシステムを買ってもらい学校帰りなどによってプレイさせてもらったのが「ゼルダの伝説」でした結局当時はレベル6のダンジョンで イズローブにやられまくって未クリアだったのを思い出してクリアまで頑張ればよかったと悔やまれる後にロム版が出た時にクリアしましたがゼルダの伝説30周年ということはあれからもう30年も経ったのか と考え深いものがありました思ったよりもずっと分厚い本書をめくりながら人生のいろんな節目節目でプレーしてきた各ゼルダのイラストを見ているとアルバムのように当時のことがいろいろと思い出されてきてゼルダとともに生きてきたんだなぁと改めて思いますハイラルヒストリアのような設定資料集ではないので基本はイラストオンリーですが 最後にインタビュー等があるので読み応えは十分です。そしてラストには最新作某 w のイラストも収録されているサービスの良さゼルダ好きの人には間違いなくおすすめというか買わない理由がないので購入して共に第2週を待ちましょう。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。